ください。今日もたくさんいただいてますんで紹介していきましょう。まずはこちら、33歳の女性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日夫とアイスクリームを食べに出かけました。お店は我が家から車で40分ほどのところ、ちょっとしたドライブです。ガソリン代が気になるけど、昨日は蒸し暑くってアイス日和だったのでお出かけいたしました。以前ダブルを頼んだ時、食べきれないほど大盛りだったので、今回私はシングル夫はダブルを注文、はい、ガシガシちっちゃくなっていたんです。アイスの森が見るからに小ぶり。これだったらダブルにしとけよかった。最近いろんなものが値上がりしているから仕方ないとは思いますが、お値段据え置きでも中身が寂しくなってるものって結構ありますよねっていう。これはねあると思います。ねえ、そうですね、まあ、例えば値段的にはあと、ね、同じぐらいの値段が貼られているものでも、あ、明らかに中身がちょっと一つ少なくなってるなとかね、ありますよね。スーパーのお惣菜、こんなのなんか負け寿司みたいなものでもね、何個か少なくなってないこれみたいなことってなんかあるような気がしますね。こちらは34歳の主婦の方からです。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。週末はある店のオープンセールで目玉商品で欲しかったデジカメが通常価格より 80% オフで買えるというので。ちょっと待ってください。通常価格から 80% オフですか。ということは3万円のものが6000円ってことですよ、はい、そういうことですか。早いですね。一瞬わからなかった。私あったあったですか。正解です。正解です。いやいや、まあ、大体ね、あのデジカメの一般的な値段って、ね、2万9800円とかが割と一般的なので、まあ、3万円と計算すると6000円ですよ、はい、ということがすごいですよね。なので眠い目をこすりながら早朝5時に1歳の娘と行ったんですが、すでに前日の夕方から並んでいる人がいて結局買えませんでした。それはそうでしょう。まあやっぱりそれはびっくりするような価格ですから、早朝5時に行って、そうですか、残念でしたね。でもこのまま帰るのが惜しくて、特に必要のないものを買って眠いしクタクタになって帰ってきました。やっぱり欲しいものを手に入れるって。僕もそういう時っていうのはね、もう必要のないもの買わないですけれどもね。まあまあ、並んだことっていうのが、今までのその、まあ、何かを買うため並んだっていうのが、そんなにないので、なんかこう、わからないんですけれどもね。手に入らなかった。そうですね。まあ、一度だけ並んだことがあるんですよ。スニーカーがね、割とスタンダードなものなんですけれども、なんていうか、まあ、スタンダードなものがすごく安くなっていたんですよ、ね。なので、それ買いたいなっていうふうに思って行ったんですけれども、それが、まあ、スニーカー屋さんじゃなくて、まあ、大きなショッピングモールだったんですね。はい、で、まあ、まあ行こうっていう感じで行ったわけじゃなく、たまたまちょっと、まあ、なんだかんだやって、で時間ができたので、あ、まだそのショッピングモールのオープン前だっていうことで、はいはい、8時間前ぐらいにね、行ったんですよ、はい、そしたらやっぱりね、大きなショッピングモールの日曜日の朝9時なんていうのは、やっぱり20人ぐらい並んでらっしゃるんですよね。そうですね。で、まあまあ、私が狙ってる商品というのは、そのショッピングモールの中の靴屋さんのスニーカーだったんですけれども、明らかにあの年配の女性は違うよねって。これは本当に。
かけている最中です。でした。9月9日は結婚して2年の記念。ちなみに今私は妊娠8ヶ月。ストレスが溜まっていた私を見るに満たれて、夜勤明けにもかかわらず今頑張って旦那さんが黒川まで連れて行ってくれてます。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。思いっきり楽しんできます。お正月には大変家族、これからも2日の妻ですが、ずっと仲良くいられるよう愛され続けら、続けられるよう女性であります。これやってる